あ、皆さん、こんにちは。ピロミンです。今日はコラボということで、サイリーさんにお越しいただいてます。イお願いしエイ。ます。はい。サイリーさんはですね、YouTuber でもいらっしゃって、サイリー外見力アップの専門家というですね、はい、タイトルでチャンネルをですね、やられています。私とはですね、カモさんとのですね、ご縁でして、一緒にビジネス YouTuber の学校でですね、学んだというきっかけで、仲良くならせていただいたという感じです。で、サイリさんはですね、国際イメージコンサルタント、パーソナルカラーアナリストの経験を生かして、人の第一印象を良くしてビジネスをより良い状態にしていくというですね、イメージコンサルティングを提供されていますということで、サイリさんからもですね、簡単に自己紹介お願いできますか？はい。皆さん、こんにちは。国際イメージコンサルタントという、仕事をしています。ルイケ・サイリと申します。はい。私は、印象を戦略的に作り出すっていう仕事をしているのが本業で、見た目の力も使って理想の姿を手に入れるというか、理想の自分に近づけるようなお手伝いをするのが仕事です。よろしくお願いしよます。ろしくお願いします。見た目の力大事そうですよね。すごそうい。ですね。ねえ、ちょっと私は全然その辺の知見がないので、今日はぜひちょっとサイリーさんからお勉強したいなと思っよろて、しくお願いしおま招きしました。よろしくお願いします。まず私、イメージコンサルティングってあんます。り分かってないかもと思うんですけれども、例えばどんなお仕事なんです？もともとはアメリカで生まれた仕事なんですけど、一番古くて有名なのは、ケネディ大統領っていう大統領が、イメージコンサルタントっていうのをつけて大統領選に勝ったって言われてるんですよね。なるほど。外見を、この見た目、この人ってどんな人だっていうのを判断するまでの時間って0.5秒とか3秒とか、もうとにかく短い時間で人ってこう、この人はこんな人だろうとかっていうのを判断していて、なのでその一瞬で、この自分をマックスのパフォーマンスに持ち上げるというか、なんていうのかな、信頼感を上げたりとか、自分が見せたいイメージを出せるような、外見にそれを落とし込めるような仕事っていうのが、やってることなんですよね。そういうことですね。いや、そはい。んな短い時間で決まっちゃうんだと思うと、どういう服装、どういう装うん。いで出ていくのがいいのかっていうのをすっごい迷いますよね。そう。なので、具体的にどんなことしてるかっていうと、まず、外見と内面、どちらも、生かしていきたいと思ってて、例えば外見だったら、お顔の形はどんな形で、肌はどんな質で、で、例えば肩幅とか体のバランスってどんな形になってるから、服はどんな服がこの人は一番綺麗に見える。人間ってやっぱり黄金比って言って、この黄金の比率でいると、人間ってこの人のこと綺麗って見えるっていう比率があるんですよね。それは顔のバランス、顔の位置とかもそうなんですけど、体のバランスもそうで、なので、元ある自分の体を活かしながら、いかに、どの服を着たら、目の錯覚を利用しながら、どの服をどんな風に着てったら、一番綺麗に見えるとか、かっこよく見えるとか、どんな色を着たら、この人は一番、若々しくてフレッシュで、顔色がよく見えるとか、印象よく見えるかっていうのを診断しています。いえ、すごいな。私、子育てしながら仕事をしてるんですけども、結構ファッション、あんまり細かい部分考えられないとか、自分に何に似合うのって意外と考えないですよね。多分こういうママさんとか働いてる方いるかなと思うんですけど、こういう外見への意識下がっちゃってるよっていう人でも、なんかここ押さえとくといいよみたいなのって何かあったりします？私、外見を気にすることって自分を大切にすることだと思ってて、ああ、まさしく、はい。っていうのは、自分自身の経験からもそうなんですけど、外見を気にしてて、いいか、なんていうのか、自分が自分で好きな格好をしてると、自信が溢れてたり、自分も今日おしゃれでいい気分になったりとかして、そういうことがつながって積み重なると、人からの目線が変わったり、チャンスがもらえたり、なので、自分がこうなりたいな、ああなりたいなっていう人に、自然と近づいて、行動が自然とそうなってったりとかするので、忙しいママさんこそ、
そこで気持ちを上げてほしいというか、そういう思いは個人的にはあるんですけど、うん、忙しいからじゃあ何からって言ったら、私はやっぱり自分に似合う色だけでも知っておくとすごく楽かなって思います、うん、っていうのは自分に似合う色を知ってると、もうあの似合わない色を買わなくていいし、選択肢にも入れなくていいんですよね、うん、だからお店に行った時にまず似合う色はどこかなって探して、あ、似合う色があるってなったらそれを着てみて、似合うかどうかで、似合ったら買えばいいし、だからもうその時点ですごく見る幅、選択する、うん、選ぶ幅が狭くなってるんで、時間も節約になるし、なるほど、あとは無駄なものを買わないので、あ、お金の節約になるし、うん、はい、で似合ったものだけがこうクローゼットに並んでいくので、朝、なるほど、そう、なんか適当にとっても似合ってるっていうか、で自分もテンションが上がる。なるほど。そっか、買い方に問題、なんかあのポイントがあるんですね、これもうこれ。そうですね、そう、だからなんか本当はあの私とかこう実際に見れますよって見てもら見れる人、うん、あの似合うカラー、パーソナルカラーって言いますけど、それが 見れる人にこう見てもらったのが一番いいんですけど、もしできない方はこう今ネットで一応オンラインでなんか無料で見れたりもするので、一回やってみてちょっと自分に似合うってどんな色なのかなみたいなのを見てもらうと、うん、いいかもしれないですね。なるほど、めちゃめちゃいいこと聞きました、それありがとうございます。あと私みたいになんかビジネスやってる人だと、あの、うん、仕事する上で高額コンテンツの販売ができるかどうかって稼ぎ力に結構ダイレクトかなと思うんですよ、うん、結構見た目でなんか安っぽく見えちゃうから、この人の商品も安っぽいんだろうななのか、この人がやってたらきっといいものだよねっていう、こういう高額商品販売につながる見た目作りってなんかポイントあります？まず絶対落としちゃいけないのは清潔感は絶対だと思うんですよね。どんな何でも絶対清潔感だけは必要だと思うので、物を売ってる人は絶対清潔感は必要なんですけど、でもそれとかこう巷で言う印象がいいとかそういうのじゃなくって、私はもっとこの人らしさが出てるか出てないかってすごいこれから特に重要だと思ってて、っていうのはもうなんか物を買うときにこの人から買いたいとか、この人だからこの物を買おうとか、高くてもこの人だから安い方じゃなくてこの人だから買おうっていうのが多くなってるじゃないですか、すでに。あ、そうですね。で、これ、そうそう。で、これからもそうだと思うので、この人ってどんな人、自分が高額商品売ってたら、自分ってどんな人かっていうのを見た目でも伝えれちゃう。なるほど。と、いいかなってやっぱり思います。これブランディングですよね、ブランディング。うん、なんか LP とかをブランディングとかね、SNS でブランディングっていうのはよくもう当たり前になってるけど、うん、自分の服とか自分自身をブランディングちゃんとできてる人って結構少ないなと思ってて、ビジネスマンでも。あ、確かに、うん。だからこの人ってこんな人、いつもこんな感じの服で決まってるみたいなのとか、例えばこの柄を必ず取り入れてるとか、うんうん、男性だったらこうネイビーのジャケットを必ず着てるとか、女性だったら花柄を取り入れてるのとか、うん、なんかこう質感とかこうエレガントな雰囲気でいつもいるとか、なんかそういうキャラ作りみたいなのを服装でもやっていくのはやっぱり大切かなって思います。なるほど、確かにね、うん、どう見せたいかすごい重要にしていかないとですね、これね、うん、そうですね、うん、なんかお洋服って値段が高ければいいわけでもないし、あ、なるほど、うん、それよりも自分に似合うものとか自分らしさを出せるもの、うん、っていうのを着るのが一番いいかなって思いますね。なるほど、そっか。なんか今日この動画ご覧になってる方で今まさしくなんか服選びだったりとか自分の外見どうするのがいいのかって悩まれてる方いるかなと思うので、なんかちょっとサイリーさんからラストメッセージがあればですけれども、うんうん、いかがですか？うん、やっぱり外見が違うと人の目は絶対変わるんですよね。これってもうなんか私たちで外見より内面が大切とかよく言葉ではね言うけど、実際に考えてみてほしいのは、うん、絶対こう会って数秒でこの人は信頼できるかなとか、うん、頭で文字にはしてないかもしれないけど感じ取ってるし、この人とつながりたいなとか、なのでそれも意識しちゃうものなんだよっていうのはもうそこはシビアに受け止めてほしくて、
だけど、外見ってこうモデルさんみたいに綺麗とか芸能人みたいにかっこいいことって絶対全然必要ないと思ってて、そういうものよりはもっとその自分が出せること、なんか今までの経験とか素敵な性格とか、そういう持ってるスキルとか売ってる商品とか、そういうのが素敵なものをお持ちの方であれば、なおさらなんか外見だけで、あ、この人アウトだなって切られちゃうのは絶対してほしくなくて、だからそういう持ってる方であればなおさらまずはもう見た目、自分は LP だと思って、自分はランディングページ、自分、そうそう、自分がこう広告だって思って、うん、ファッションとか見た目とかをちょっと気にしてもらえるといいかなって思います。自分が広告って名言きました、ね、なんか外見ってそう一番早く変えられるものだと思うんですよね。勉強してなんかこうね、能力を身につけたいってなってもすぐ変えられないじゃないですか。でも外見って一瞬で変えられて、でその一瞬で変えることで見た目が変わってるだけなのに、気持ち、自分の中の気持ちが変わって、気持ちが変わるともう意欲がね湧いたりするじゃないですか。そうなので、ちょっとそっちへの意識も持ってもらえるともっと面白くなるかもしれないなって思います。なるほど。で特に女性はそこありますね。外見が変わると気持ちも変わるっていう、そうそうですよね。そう、女性はとなんかやっぱり自分に対してこうマイナスポイントを見つけるのが上手なんですよね。だから自分のここがあんまり好きじゃないとか、他の人から見たら全然気にならないのに結構悩んでる人が多いですけど、なんかちょっと自分に似合う色とか自分に似合う服とかを知るだけでも自分のことがもっと好きになったり、それで絶対誰かに褒められて、褒められることでまた自分自身が持てたりっていうのになるので、そういう意味でも女性にも本当に応援したいなとずっと思ってるんですけど、はい、すごい思い伝わります。アイレさん、ありがとうございますありがとうございます。綺麗な女子増やしていきましょうはいサイリーさんにご登場いただきました。サイリーさんはですね、サイリー外見力アップの専門家というチャンネルのですね運営もやられてます。あ、概要欄に貼っておきますので、ぜひサイリーさんのチャンネルもですねチェックしていただいたり、はい、チャンネル登録もですねぜひよろしくお願いしますサイリーさんからのラスト、皆さんにお知らせ何かありますか？はい、ですね、私実は本業でその見た目のコンサルティングをしてるんですけれども、副業って複数事業みたいなもあるで、鴨さんの鴨頭よしひとさん、 YouTube 講演家鴨頭よしひとさんのピロミンのねファンの方なら結構ご存知かもしれないですよね。鴨さんのいろいろなお手伝いもしてまして、今度9月6日かなに焼肉マフィアがオープンするんですね。鴨さんがそう人生をかけてやってるチップを広めるための1号店である焼肉マフィアっていうのをオープンして、私そこでそこにちょっとお手伝いさせていただくことになってます。で、さらにですね、その下の階に、カモさんが、美容系のサロンとか、パーソナルジムとか、脱毛サロンとパーソナルジムと、彫刻リンパっていう、エステティック、マッサージとかをやる、あとカフェ、カモカフェ？カフェを。ありますね。そう、併設してるんですよ、4つを。で、その中の、ジム以外のものに携わる予定。あ、全部なんですか？そう、脱毛の方もやるし、あとマッサージの方もやるし、カフェの方にも立つ予定なので、すごい、皆さん、はい、もしよければもしよければというか、ぜひ遊びに来てください。あ、お待ちしてます、ね、いや、サイリさんがお店に立ったら人気もぜひお待ちしてます。はい、サイリさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。皆さん、お願いします。ありがとうございました。失礼します。では、ありがとうございます。